どうもピッチピッチーなテクタンです。ドラゴンクエスト3実況プリパート37始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は声が大きく出せないデイの日ね。ということで変なとこで前ぶった切ったけど、お金を貯めてきたんで、この王者の剣、真っ赤に燃える王者の印、これをさらっと買って、とりあえずテクネ専用装備じゃねってことでめっちゃ持ってる。今185、35上がった。稲妻の剣から35上がったけど、じゃあ稲妻の剣どうする？で、私装備ってどんなんやったかなって確認しようって気づいたんやけど、雨雲の杖って装備できるん？そう、ここに乗っとるからさ、リューチェルが装備できへんないけど、じゃあ他誰か装備できるんかなってことでちょっと確認してみよう。まあ杖といえばってことで、あ、できるんや。あ、でも全然弱いんや。アベコさんはやっぱ下がる。そう、別に武器としては良くないってことね。へいへい。じゃあどうしようかな。イカズチの杖結構強いや、稲妻の剣や。これをじゃあペコリンに渡しとこう。ペコリンに道具として使ってもらえばいい。で、ずっと持っとったこれな、もういらんやろ。めっちゃ高っ。あそうじゃないけど。でや、前行ったのが、どこやったっけ、これどこやっけ、リムルダールとかメルキドや。違う、ちゃわへんけど、行きたいのここじゃない、間違えた。あ、ドムドーラ。そう、そこの武器屋で何が売っとったっけ。武器屋はいずこ、ここか。ちゃう、右上や。ここの武器屋で剣売っとったやん、確か。はい。ああ、役立たずの方やった。ちゃんと商売しなさい。あれ？違うっけ？あれ？私が行きたい毒屋ってどこやっけ？こっちやっけ？待ってよ、見てみるわ。あ、武器と防具って書いてあったわ。そう、ゾンビキラーが今ここにあるってことは、誰か持てへん？それ以上持てへん、ちょ待ってや。アベコさん？おい、装備できるんやっぱり。ほー。やっぱりの意味分かれへんけど。なんかやっぱりって言っとけばなんか、いい推測したかのような。で、上がったー。いいやん、じゃあ持っとこうよ。でもなんか売れるもある。裁きの杖売っちゃおう。ペコリンっていうか、賢者って魔法使いが身につけれるもんと、僧侶が身につけれるもん全部いけそうな感じでへん。裁きの杖。もう買えへんな。諦めよう。じゃあ、今からは、とりあえず、もう街大体っていうか回ったと思うんで、ついにダンジョンに挑みたいと思う。で、行かなあかんところが、ここの上にある洞窟と、あと、マイラの西にある塔と、あと、そのリムルダールとを橋渡しする橋と、橋っていうか洞窟ね、と、あと一個、そう、金貯め寄るときに見つけた、はい、余裕。そう、この辺に、どこら辺から見えたっけ？そう、ある、これ行かなあかんわけや。いいえ、ここってさ、選手のたしなみのあったところやろ？
まさかまたそういうくだりがあるんかな。それだけの洞窟じゃないよな。いいえ、変な言わんかったら余裕や、マドハントは。いいえ、おお、やったー。あ、そうそうそう、実はリューチェルもレベル上がってて、まあ、だいたい1ずつぐらいちゃう、上がったの。あ、うんのよさん、こんな時に MP、おまだまだ覚える。素晴らしい。何？あ、ベホマラって全員回復するやつじゃね？もっとピンチになったらちょっと使ってみようぞ。ということで、いよいよダンジョンに向かいたいと思う。怖えよ。左回りで行こう。怖いけど、あ、狭そう。何も出えへん？前の時もさ、何も出えへんかったやん。その前ってワンの方ね。あ、なんや、何も出えへん、出たトロルーキング、やばい。やばい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 。でさ、あのさ、稲妻の剣か。稲妻の剣が道具で使えたから、王者の剣が使えるのではないかと思い、さっきのスライム戦で使ったらめっちゃ強かったんで、使う。スライムに、なんかすごいことになって、もう100ぐらい食らわしてくれて、じゃあみんなでも道具使いまくるように、これやったら。どれやったっけ、稲妻の剣。そう。テクネしか、じゃあこれもう撃っていい撃っていい、それとも、王者の剣がみんな使える、どうなんやろ。怖っ。あ、もしかしてここ呪文使えへんっていう、そういうやつ。呪文使えへんのかな。ちょっと今の戦闘で試すのは嫌やから、次ホイミあたりちょっと使ってみよう。あの、このバトルが終わったらバトルしようぜ。イカズチの杖、じゃあなんかさばきの杖かなんかぐらい持たせてる方がいいかな。聞いてよ。気が悪くなってきましたな。どうする？ちょっと、とりあえず、この二人はとりあえずもうこれでボコっとくやろ。一回、バイキルトあたりで試してみる？ちょっと自分で。これでかき消されるかどうかを確認。おや、よし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 。検証できん。お、やったやった。経験値全然美味しくない。2、4。あ、結構上がる。お、結構上がる。そして呪文2つ覚えたぞ。これ絶対回復できへん。あー、そういうフロアね。なるほどね。へーへー、よくわかります。見たことありますよ、そういうフロア。ビギラゴン、マヒャド。シャナク。シャナクって何やったっけ？シャナク。試したくても試せへんしな、今。うえ、サタンパピー。何それ。なんか悪趣味そう。ムチも持って、ナイフも持って。嫌だわ。あ、これ単体ね。どうしよう、とりあえず。どうしよう、とりあえず。サタンパピーやっとく。普通の、そうやな。普通の、その戦うもしてみよう。どれくらい通るか見てみたい。106。あ、いい。あ、弱い。弱い。じゃあ、あと1匹やからもうボコるしかないやろ。おー、EN テクネが強い。バシルーラ。まあ、とりあえず、でも呪文バシルーラで飛ばされるよりはマシだわ。いいんじゃないの？いいえ、えい。よし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 。ってことはさ、リリミトも使えへんのやろ？あ、上やん、上。リリミト使えへんってなると結構厄介よね。ボロボロになってきた。口果ててきた。
いえ、えい、いやいやいや、ちょ、薬草とか持ってへんから結構ピンチなんやけど。じゃ、トロールキングは、ちょっと、ヒッピー削られるから、ヒドラ。ヒドラ？ヒドラ。どうする？とりあえずサラマンダーさんから倒しとく？サラマンダーだって見たこと。ああ、これはやばい。これはやばい。もうこうなったら、あ、びっくりした。降りて急に出てきただけか。このドアの意味、一応開けてみる。あ、もうええわ。やった。何ここ。もうだってこう戦うしかないやろ。殴るしかないやろ。だってこう、なんかわけ分かれへん。だってさ、インパス使えへんのやろ。やめてやめてやめて、お願いやめて。よし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 。あ、びっくりした、動かへんのかな。でも1016。え、ちょ待って、火の血の石で死んで生き返ったやつじゃん。お前の誰かでやってもたやつ、あのメガダルロック。やった、勇者の盾きたで。ちょっと、これ落ちれるやつ、落ちるタイプ。え、怖い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 。びっくりした、カモキ落ちてきたから何かあったんかと思った。え、何？な、何？救済処置？よう分かれへんけど、何やったんやろ。何やったんやろ。とりあえず早く出たいんやけど、なんか、誰かが助けてくれたんかな、天使が。仕方ないな、出してやるみたいな。い、逃げるで。いやいや、こんなに嫌なことってある？こんな嫌なことってある？逃げてくしかないやろ、もう。逃げ、だって薬草とか絶対持ってへんし、世界中なら使う？よしよしよし。まあもう取りに行けばいいやろ、世界中なら。こういう時に使うしかない。だってお金割と貯まったんちゃう、今の宝箱で。まあ取りに行けばいいだけやもんね。ここ出口ちゃうん。よーし、とりあえずこれで。あ、ちゃうかったわ。まだやったわ。ここはもう盾を取りに来るだけのところ。あ、ここやな、入り口。はぁ、あ、今金どんぐらい貯まっとったっけ。金。あ、これあれ買える？もう一個の、あのゾンビキラーもう一個買える？ペコリンが持てるのではないかと。値段忘れてもたもん。どこやっけ、ドムドーラ。よし、じゃあ次どこ行こな。あ、さっきにあのリムルダールとつなぐ道具屋さん行こう。あ、買えへん。なんかか、ちょっと、いろいろ売ったりしてみる。袋も何も忘れてた。そう、盾。三鏡の盾と勇者の盾。今43ね、143。よし。
20上がった。これで三鏡の盾を売りさばきましょう。それで多分買えるんじゃない？ゾンビキラー。まあそもそもゾンビキラーがペコリンが、おーおお、高い高い。なんかこうお金のやり取りの額が基本的に多くなってきたね。なんか敵とのやり取りもちょっと、なんか物価が上がった感じ、そういう社会嫌だわ。ペコリン持てる？あ、もさらっと持てたね。ってことは装備できるはず。よし、装備しよう。今草薙の剣やろ、強しの剣、強しの剣やろ。今129な、間違えたよ。あ、微妙2だけか。強しの剣どうする？これ打った方がいい。あとはじゃあ金めっちゃ貯めて色っぽい水着を買うしかないような、ちょっと先端だけ隠れたような、そういういやらしい水着やと思うから、じゃあマイラに行ってマイラから洞窟に行こう。はい、無事到着。ここに来るまでにテクネイのレベルが1個上がって、しかもテクネイがザオラルを覚えたので無双。ザオラル無双。何何？掘って掘って掘り抜いて掘って掘ってまた掘ってと、掘って掘って掘り抜いて掘って掘ってまた掘って。こんなとこ人おったっけ？なんか今レベルアップの説明しながらさらっと入ったけど人おる。俺たちはトンネルを掘ってるんだ。なるほどね。まだ今作業途中ね。なるほどね。で、ワンで開通してるってことね。だってあれやもんな、ドラゴンが、オッケー連れて、あれやもんな、おったもんな。なんていうか、いいことしとったもんな。ドラゴンがな、オッケーとな。あれあれ、変なとこに行き止まりわざわざ作るんやめてくれへん？ここもちゃんと掘ってくれへん？変なことせんとさ。なんか人おったよな、下に今。お、仕事しょる。なになに？まだ、そうか、まだ終わってへんねんな、作業は。掘って掘って、ああ、早くリムルダールに来て、もうよな。私、骨持ってるで。えいこーら。なにここ。あ、まだ開通はしてへんよ。ワンで、やっと開通するよっていう、そういう、粋な演出。なるほど。敵出へんね。なんなん、開通して、それでなんか湧くようになったん。ってことはよ、もう、あと、あの洞窟か塔ぐらいしかないんちゃう。ちょっとマイラで一回休んで、それで塔に行くことにしよう。休んできます。よっしゃい、トー横インでぐっすりやから。よし、船ある、えら。賢い、ちゃんと必要なところにおる。賢いということで、トー。怖いよー。ラストダンジョン？いや、ラストダンジョンは竜王の城か。え、な、あっこは何？おらへんの、竜王。あれ、ゾーマ。わあ、この何マスか歩くためにわざわざトラマナを捕らえないといけない。この気持ちわかる？このたった2マス歩くために、なんでこんなところに床を敷いたか、ちょっと、あの、小一時間問いただしたいんだけど、この青い宝石何？あ、関係ある？はい、飾り。で、宝。怖っ。ラゴーヌ。何このマーライオンの色汚い版みたいな。とりあえずこの辺やっときやろ。ペコリンなんかさ、全員に聞くようなやつやる？これでどう？ひゃー、マヒャドは嫌。メラゾーマ。はぁ、怖い。ちょっと攻撃しすぎやで。死んで、よし。テクネーで叩いて、じゃあ、アベコさん、テクネー回復して。で、どうする？こうで、こうだ。で、死ぬやろ、よし。うん。いいのでは？よし。一応倒せはするけど、
けど、ちょっとなんか危険よね、ベホマラ会うとこ。これなんか微妙な回復を全員にしてあげたいときに、ベホマラがいいと思う。いいんじゃない？いいね。よし。ミミックとは戦いたくない。誰が何と言おうと戦いたくない。なので私はインパスという便利な。ほらね。だから言うたんや。だからインパスしなさいってあれほど言ったのに。よしよしよし。なになに？うん。金入れてくれることが増えたね。何？もうなんか入れるもん。なんか薬草入れてももう喜んでもらえないと思うから、これぐらいで我慢してくださいってお金をとりあえず入れたみたいな、そんな感じ。へえ。なんかやばい。ちょ、宝石が色変わったんやけど、とりあえずこれ売って、でリューチェルにテクネからのベホイミ浮気。ちょ、アベコさんもやばいやん。何気にアベコさんもやばいね。アベコさんも回復してあげましょう。どうや。あ、そのドアの付き方おかしいと思う。外出るんちゃう。外出る必要があると思ったら開けるわ。はぐめた。いや、絶対無理やろ、ほら。気持ち的にもう一回入り直したいんやけど。はぐめたばも相手にせんとこ。よし。階段とかはあったわ、普通に。いいえ、えい、無事倒せた。ちょっと回復した方がいいよな。いいでしょう。ここってボスとかおるんかな？おったらすっごい深いな。え、なになに？なんかな、これで左押すと今上に行った。なんかな、全然ちゃうとこ行くね。今右しか押してへん。あかん、この流れあかん。なんかな、やん。ドラマナだけ打っとくと、りあえず。ドラマナってそのまま突っ込めばいいやん。こんなわざわざ変なことせんでも。なんや、天才。天才。はい。そのままそれガンガン突っ込めばいいやん。イエーイ。で、ペコリンの、ちゃんとこれも使う。赤、ダメです。赤、インパスっていうのは、中身が良いか悪いかを調べるんだけど、こうやってインパスを使ってみます。使ってみます。インパスを使います。これで、青。青ってことは大丈夫。開けてみると、満血槽。いらねえ。まあこんな感じで、まあやってこう。やってこう。ああ、よしじゃねえよ。今赤やったわ。満血槽とかさ、別になんか痺れるつもりないから。なんかもっと、こう、なんかいいの。いいの。いいやつ。金で釣るつもりやな。さてはそうはいかんざき。寝てけ。ドラマナ。で、そのままこっちへ行くと、あ、まだ宝箱ある。ちょっと見てこう。これの法則性も見抜ければ多分、すごい便利なんかもしれへんけど、まあ、ええわ、ちゃんと。私は、堅実にドラマナを打って、インパスを打つ感じで。いいえ、えい。まだ定期的に、あれやな、魔法取らし、してかなあかんな。吸い取ってこ、どんどんチューチューしてこう。あ、違う。リューチェルを回復したかった。MP、チューチュー、みたいな、そんな感じで。まあ、とりあえず調べてこか。はい。あ、大丈夫。スタミナの種、久々ね、種なんか。種全部預けてるけど。その最後のラスボスで、一回戦って無理やったら種全振りしてみよう。どんぐらい上がるかって見物よね。あ、また青や、珍しい。
命の木の実。ここはもしや木の実シリーズ？でもなんか一個だけ外れとかなんかありそうで嫌やわ。青、はいはいはい。あ、やっぱそういうシリーズ？諦めた。じゃ、使おう。2。諦めてる。くそー。しかも使う、リューチェルさんに使わせるつもりあまりなかったのだが。2しか上がらんかったとかどういうこと？せっかく食べたいんからさ、10ぐらい上げてくれへん？プンプン。ね。で、階段登っていこう。ああいう1匹と2匹みたいな感じのバラバラの出方はあれはあかん。まとめて3匹で出てくれな。ん？なんかスムーズに上がれてる。いざなわれている？はあ、闇の世界真ん中は、怖っ。え、怖っ、怖っ、怖っ。見たことあるやつ。また緑だって？仕方ないだろ。いやー、魔法カンタを打たれてさ、ペコリンがイオラした後に魔法カンタを打たれてさ、いや見事にペコリンに帰ってきたね。かわいそうに MP が足りひんよってきっと。あとテクネーも回復しとこう。これでいいんじゃない？一体さ、あの変なやつのこの、あれ？関係ない？ある？いえ、いや、多分あれがすごいいいアイテムなんやけど、怖いよね。でも、これとりあえずこっち来るやん。この方向には、素直には、なんていうか、変な方向に移動するってことは逆に落ちる方向に押せば大丈夫ってこと？じゃない？うん。ああ、ダメか。でした。イエーイ！イエーイ！赤く光ったとかだったら、光の鎧。え、捨てる捨てる捨てる。捨てる。満月草とかいらん。やった！え、これ3つ揃ったんじゃん。え、すごい。この左の方何？うわえ、もうこれ、ここで、これ、これでいい？いいえ、えい、っていうか装備しよう。装備のことすっかり忘れとったけど、装備しよう。光の鎧。今守備力164。おお、20上がった。あ、いい？これ揃ったのでは？一応これ、あれなん、ロトシリーズってことでいい？おお、来たんじゃないの、これ。これは、どうなっている今。え、なになに？あ、まだ宝あるんや。へえ。なんでや、なんでやねん。まあ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 。ミミックぐらいやったら、テクネーがおるんやったら多分。あ、セーフセーフセーフ。MP 足りひんのやったらさ、最初魔法取らしとけばさ、よくない？かしこ、ま、倒してもだけど、普通に。で？え？え？おい。あ、普通に一番下まで落ちてきた。周りとかってなんかあるんかな？なんもない？あ、なんもないか。イエーイ！え、じゃああとさ、あっこの洞窟だけじゃない。あ、そんな感じ？え、じゃあとりあえず今回はこの辺りで。終了する？終了したいと思います。はい。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。そういえば、
こんなこと言っとったっけな。ネクストテイクダウンヒント、印鑑証明。あとは印鑑証明、印鑑証明はどこや。多分市役所でもらえるんちゃうんかな。